はい、おはようございます。お疲れでございます。今日はね、蒲田の高野目さんに来ております。でもね、あの先日有吉ゼミさんの方でチャレンジメニューが取り上げられまして、こちらになるんですけれども、超濃厚爆盛りトマトラーメンでございます。以前やってたラ・トマティーナっていう限定をベースにしたチャレンジメニューになっておりまして、こちらね、総重量は約 3.4kg、 制限時間が40分、で完食の場合は無料で、失敗の場合は5000円のお支払いとなるそうです。でね、まあ、正直内容的には確実にクリアはできると思うんで、今回はね、急ぐ感じではなくて紹介するような感じで食べていければと思っております。大丈夫です。はい、すみません。いただきます。うん、まどうも。基本の豚骨のスープにプラスね、トマトの風味が加わってて。前に出た時よりもちょっと酸味が強くなってて、ちょっと好きかもしれない。うん、好み的には今回の方が好き。野菜よいしょ、いいかでございます。豚、うん、トマトの方に行く、見えるかな、中にちょっと肉が入ってる感じになってて、これがね、デフォではないトッピングなんだけど、絶対うまいよね。そのまま持ってるか、スープをかけて。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じ、見上げてみせていただいて、こんな感じ。よいしょ、皆様中どうぞ。ラーメンの2番からの3番からの1番2番どうぞ。うまっ。今日はラーメン見に玉ねぎのお客様、ニンニク油、ニンニク油、はい、50点、1番で50点、ラーメン見に2人1杯やった。自家製麺がうまい。こちらのメニューはね、あのこれバジルだよね多分の味変がついてるんで、ちょっとこれも絡めて。
ングはね、あの通常のラ・トマティーナの方にもあるトッピングなので、ぜひね、頼む方はおすすめのトッピングでございます。まあ、ベースの味がトマトですっきりしてるんだけどね、豚骨の重さっていうかな、パンチもあるし、ガリーマヨとかこういう香り味が変わるトッピングが結構あるんでね、チャレンジメニューの中でも全然難易度が低い方だと思います。今トマトの具材は全部完食でございます。具材のほぼ最後かな、チャーシュー。レンゲが時間かかるんで、直で。はい、で今ねチャレンジの方が終了いたしました。今回のチャレンジメニューはね、今日撮影が3月20日なんですけど、期間がね3月の23日までなんで、ちょっとおそらくね公開するまでには終わってしまってるチャレンジになるんですけれども、今回のこのラ・トマティーナっていうのがもともと通常の限定メニューとしてあるメニューでして、今回のね期間が終わって販売がねちょっと終了したとしても、今後ねまた同じようなメニューが通常メニューとして限定販売される可能性もございますので、その際にぜひ食べてみてください。こういったね、限定メニューの情報については店舗の公式ツイッターの方でつぶやいておりますので確認してください。以上、ラスカルからでした。じゃあね。